どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画から説明第475弾はこちらのゲームプロップライトやっていきたいと思います。12月にリリース予定の4対1で行うかくれんぼのホラーゲームになりますね。まあ、基本的なルールとしてはデッドバイデイライトのように生存者側は殺人鬼から隠れながらそのプロップマシンって言われる装置を修理して脱出を目指します。ただこのゲームの最大の特徴はその生存者たちが物に変身できるっていうところなんですね。樽だったりおもちゃの車だったり椅子だったり瓶だったりそういったものに変身して身を隠して殺人鬼を欺いていきます。現在オープンベータテストが開催中ということなので今回はそちらに参加していきましょうということで早速やっていきましょう。スタート。取り詰め。さあということでやっていきましょう。今回のベータテストではカスタムゲームの方はロックされてるようですけどもクイックプレイができるのでそちらで遊んでいこうかなと思います。で何回かやってみたんですけどめちゃめちゃ面白いです。よりこうカジュアルにそのかくれんぼでわちゃわちゃしながら楽しむっていうのが、まあ、メインになってくるのかな。でビジュアルの雰囲気も相まってコミカルに結構表現されてるところあるかなって思います。ということでやっていきましょう。さて今回のステージはハウス、結構狭めなんですよね。マップがここのマップは確か1階と2階があって、まあ、こういう豪華なお屋敷で、かくれんぼ脱出を目指していくっていう感じかな。でサバイバーの時はこの辺の5人のキャラクターから好きに選べるようになってます。どうしようかな。じゃあまあいいや、このケイトちゃんかな、女の子でいこうかな。結構同じサバイバーで揃えたりすると敵からしたらねなんか全員同じに見えちゃうんで厄介だったりとかなんかそういった作戦もあったりしますけども。で敵のキラー今真ん中の人が3人の中から1人選択してますね。このスレンダーマンみたいなやつとさっき一瞬映ってたおばあちゃんみたいなやつとあと1人誰だったかな。今回はこれかな、このスレンダーマンみたいなキャラクター。こいつはね周りのそのものにね自身も変身できるんですよ。だから味方が近寄ってきたのかな、なんか樽とかに変身してんのかなって思ったら敵だったみたいな展開があるんですよね。あら、こう言ってんじゃないやっていこう。準備ができたらスタート。あ、キャラクターによってなのかな、最初からこいつあの回復アイテム1個持ってます。アイテムが1、2、3個まで持つことができるんだけども、でこういう椅子にこうやって変身できるんですよ。ただ転がるので、でバタバタ言うでしょ。でこの向きとかも結構難しいんだよね。だからなるべくちっちゃいものこういう瓶とかに隠れた方が、バレにくいかなと。で、これがプロップマシーンって言われるいわゆる発電機、デッドバイデイライトでいうとこのこれを修理していくんだけども、で右上になんか月のマークみたいのがあると思うんですけども、これスキルチェックですね。で、この月のマーク今50に増えましたよね。これはお金の概念ですね。お金を使って宝箱を開けたりすることもできるので、これは敵なのか味方なのか、おー怖い味方だあっ、あっちでやられてるな、チェイスしてるな、担がれてますね。で、やられた敵は椅子にくくりつけられます。ちょっと第五人格風というか、まあ、いわゆる肉フックと同じですね。で、このプロップマシンを修理していくとどんどん右上のコインも増えていきます。で、真ん中の時間ゲージの下丸が5つあると思うんですけども、あれがそのプロップマシンをいくつ修理したかっていう状態ですね。で5個修理すると、脱出扉が出てきます。やばいね、そこでやり合ってるけど、とりあえず1個、でバレてるから瓶に隠れつつどっか、ああくりつけられたな、下の階ですね。ナイスナイスナイス。結構こうやって今ボイチャしてる海外の方いますけども、まあ基本的にまあ海外の方が遊んでるかな。もちろんあのベータ版なんで今翻訳とかないですね。で、こういった本とかも結構小さめのものなんで隠れる時には強いかな。で逆に言うとこういう椅子とかはさっき転がった時違和感バリバリだったけどもすごいバレやすいかな。でうまく隠れるのが難しい。で椅子に縛られてた味方とかもしっかり脱出できてるんで今のところ大丈夫かな。でケイトのアイコンの横に100っていうメーターがついてますけども、あれは体力ゲージですね。何回か殴られたりすると削れていきます。でアイテム最初に持ってるなーなんていう話しましたけども、あれを使うと回復とかができると。あー1人殴られたな、ダウン状態になったんで椅子にくくりつけられるんだけども、まあでもちょっと発電機やれるとこまで行きたいな。で大体その宝箱とかを開けるためにも1000円は必要なんですよね。おーおーおお、なんだなんだ、あ大丈夫かな、助かったみたい。ナイスナイスナイス。結
構まだ俺自身も分かってない部分あるんだけども、950円、とりあえず1000円ぐらいまで貯めつつ、ここもそのまま修理できたらでかいな。1人またダウンしたかな。で秒数なんだよね、あえて分かりやすく40何秒とかって書いてあったりするから、あでも減ってかないな、あれなんでだろう。あやべやべやべ、スキルチェックミスった。でもここいけるかな、やっちゃいたいな、来るかもな。ちょっとバーンって鳴らしちゃったんで、一応スキルチェックしつついけるか。うっ待って、それ敵かもしれない、やっぱりそうだ、助けて。これバレてるから追いつかれる、降りよう、よし、これ大丈夫かな。今人に化けてましたね、ああやって人に化けてる時とかもあるからかなり危険なんですよね。あれもしかしたらそうかな、わかんな。でそうやってこういう本とかになってる時は体力ゲージも減るんですよね。今50しかない状態なんで、殴られると結構きついんだけども、でも人間の状態で逃げ続けるよりかはいいかな。あいつなんか危ない感じすんな、あんなバタバタ人の姿で走り回んないと思うんだよね、みんな足音立てまくりだもんね。こっち行こうかな、逆に去ったと思うんで、男の子みたいな姿してたやつね。この辺で、まあ、本棚も近いし隠れる材料はあるから、あと空き缶とかも結構おすすめかな。あ殴られてるな、ちょっとこれ助けに行った方がいいかもしれないね。本になって、どこだどこだ、あー一人ダウンしたな、あ完全に行ってしまったな。あでこれが宝箱だね、あ大丈夫かな、味方一人助かったみたい。これ宝箱拾うと回復とかがあると、まあ俺かなり今回復薬持ってるしダメージ的には大丈夫なんだけど、わまたダウン取られてるな、結構しんどいね。そこだ、発電機修理してる人もいたけど今位置バレてる状態だから、一回こっち側からぐるっと回ってみるか。あの人54秒あれば一応助けられると。バレてるかな。あ、助けてくれてるな。ちょっと逆に俺がおとりになるぐらいでこっち側からコロコロ転がってみよう。こういうバレにくいやつだったりするとより体力が低めに設定されてんのかな。でここの発電機回しちゃった方がいいよね、結構残りわずかだ。あーやれてるな、やばいやばいやばい、鳴らしちゃった。あと3つも発電機回さないといけないから結構大変だな。あやばいやば、そこの椅子振られてるな。いやーでも多分、いやきついよねー、マジ俺だけじゃん、もうあと多分もうあの人もだいぶ椅子に縛られてると思うんで、バイバイなんじゃないか。あ大丈夫かな、まだくくられてる状態かな。だとしたらここだけ回すだけ回して、やだー、多分バレてる。人に負けてら、あ意外とバレないでしょ、こうやって。でもまだちょっと足音鳴らしちゃうとバレると思うんで、うわキラーになったな今。こっち側から行こう、結構足音バランバランするんだよな、この瓶の音とかもね、多分ある程度は聞こえてるんですよ、近くにいると。近いな、遠くなったかな、今今今今今助けるからな、よし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 、小さいものになっていこう。車の下、あ人がいる。Oh, that's him. 危な、怖。でもここあんま周りに小さいもんないから、ここ回すの結構大変だと思うな。一回ばらけよう、こっち側は。これ結構さっき回してたやつじゃないね、ここ行こう、半分まで行ってるもんね。
で、やばかったらその本とかに隠れる感じかな。ドキドキする。あぶねえ、スキルチェック。このスキルチェックを失敗すると居場所バレるからマジでやめて。耐えてくれよ味方、脱出しような。2人でもあと3つだもんな。でも結構厳しい。慣れてくればね。わあ、殴られてる。やばいって。脱出ハッチみたいな概念は多分このゲームないと思いますね。頑張って5つ回さなくちゃいけないんだよな。ダウン状態のままで今放置されてんのかな。あれ回復してあげたいね。よし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 、はい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 、どこですかお兄さん、助けたいですよ。近くにいるならトントントン言うて。うわ、いるな。どの辺にいんだろう。うなり声上げてたけど、あ、そこで拾ったりしてんだ。なるほどね、待ってんだな。いや、だとしたらもう一個発電機先に回しちゃいたいよな。プロップマシンか。発電機ってつい言ってしまうけども、そこかな。そこ回しちゃおうかな。これもあとちょいじゃん。いいよいいよ。で、やばかったら瓶だな。テーブル上の瓶あたりが一番化けるにはちょうどいい。やば、あ、居場所バレた。居場所バレたから、ちょっと待って、危ない瓶。来るよねさすがに。あれ来ないね。あ、くくったくくった、椅子にくくった。で、逆にこっちが来るんじゃないか。俺助けるからな、絶対に。40秒あれば余裕余裕。音鳴らしてる分あっち行ってると思うんだよね。よし、いやーマジか。え、俺瓶バレてるかな。バレてる。あー、全員全滅だー。結構惜しかったけどなー。くそー。やばいやばいやばい、なんか脱出できたんだけど、なめぶしてきた相手。え、バレてんのこれ、バレてんのこれ。あ、バレてるね。あー、助けてー。あ、瓶になった。え、なんで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 。マジで、ちょっと待って、これ脱出できるならマジで脱出したいぞ。そのナメプがあだとなるぞ貴様。おとなしく椅子にくくればよかったものの。バカにしやがって。ちょっと待って、ここ危ないから、とりあえず回復していいわ。ちょっと去ったね、回復しよう。よし、回復薬はめっちゃ持ってるから回復したろ。いやでもこれ一人でやんのだいぶきついぞ。危なっ。危なっ。めちゃめちゃいたわ今、走り回ってた。ここもでもな、あ、どうなのどうなの。一瞬バレてんのかなって思ったけど、オーバーヒートさせた。多分あいつの能力でこのプロップマシンをオーバーヒートさせてるんですよね。やるしかねえな。でも化けるならタイヤとかか。いやでもきついだろこれ。諦めねえぞ最後まで。いやもう完全に終わったと思ったけどね。4つまでいけそうだな。大健闘じゃない。ここ来るよねさすがに。来た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 。バレないの、バレないの。
かくれんぼマスターになれるぞ。おい、やめてくれ、移動してくれよ。あ、抜けた、やった、実質俺の勝ち。いや、まさかの退出しちゃったよ、キラー側が。めんどくさくなっちゃったんだろうね。変にナメップするからだよ。ということで、今回はブロップナイトというちょっと変わったホラーゲームの方で遊んできました。このゲームね、ベータテスト3日間しか開催してないので、おそらく動画投稿する頃にはもう終わっちゃってると思うんですけども、何本か動画撮っていきたいなと思います。今後のブロップナイトの動画気になる方はぜひチャンネル登録して一人の冷たいに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。